海老蔵の久米寺壇上、毛抜きとは、歌舞伎十八番の一つ。久米尾の春道の即女である二式の前は、同じく久米のフンと与秀に腰入れすることになっていたが、その二式の前に降りかかった災難とは、髪の毛が逆立つという奇病であり、これにより、根気が滞っていた。フンと与秀の家臣である久米寺壇上は、主の命により金の前の様子を見に、春道の館に来る。 そして髪の逆立つ様子を見て驚くが、後に髭を抜こうとして、毛抜きを使っていると、その毛抜きがなんと一人でに立って動くではないか。不審な動きをする毛抜きをよりどころに、男女は髪の毛が逆立つというからくりを見破る。それは天井裏に仕掛けられた大きな磁石と姫耳の髪飾りを鉄で作って、 奇病を作り出し根気を妨げ、お家のっとりを企むおの家の家臣の仕業だった。久米寺男長はその家臣を打ち、悠々と引き上げる。毛抜きという日用の道具が下台となり、しかも、それが磁石と共に、話の進行に大きく関わるという奇抜な趣向の芝居である。また内容は、お家騒動物であり、主人公の久米寺男長も、荒ごとというよりは、 おのけの腰元や若手に戯れかかる様を見せたかと思えば、それとは裏腹に毛抜きの謎を解く、推理のさえも見せるなど、単純とは言えない性格の人物となっている。毛抜きが一人でに動き出す場面での男女の見えも、見どころの一つである。初演は、漢方二年、大阪佐渡島長五郎座において、雷神不動北山桜の三幕目として上演された、もので、 この時の久米ジ団状は二代目市川海老蔵であった。その後四代目団十郎や五代目団十郎もこの芝居を演じている。毛抜きは天保三年に歌舞伎十八番の中に入れられた。しかし五代目市川海老蔵が火影三年に演じたのを最後に上演されることがなくなり演目としての伝承は絶えてしまった。近代になって、 古劇の復活を志していた二代目、市川佐団子は、岡北郎の勧めによりこの、毛抜きの復活に取り組み、明治四十二年九月の明治座で、復活上演したが、これは伝存していた、雷神不動北山桜の脚本に、岡北郎が手を入れ、刀なども耐えていたのを佐団子が、すべて一から作り上げたものであった。ちなみに、雷神不動北山桜の四幕目は、鳴上。 五幕目は、不動で、共に、歌舞伎十八番の一つであるが、左段寺は、毛抜き復活上演の翌年に、なるかみを復活上演している。これ以降、他の役者も、左段寺の作った方を基本として、毛抜きや、なるかみを演じるようになり、現在に至っている。なお、市川宗家の役者が、久米寺団状を演じるときは、吉高う文様の着付けに、 言武器のアザエビの神島を使用し、他の家の役者が演じるときは、二代目ダンジが復活した時の白の着付けに、五番模様の神島を使用する。ありがとうございます。